はい、はい、じゃあ、はい。じゃあですね、ちょっとパワービアイの、ありがとうございます。はい、自己紹介は後で出てくるんで、名前とかはそこで覚えていただければと思います。パワービアイっていうソリューションがですね、マイクロソフトさんが出てまして、で、それを使ってですね、ちょっと、まあ、個人的に、無茶振りされたことをですね、うまいこと交わした的なところからですね、お話しできればと思ってネタを持ってきたんですけど、まあ、タイトルがドットネット600ってことで、開発者さん向けの話題かと思ったんで、ちょっと弊社からですね、若手のエース連れてきたんで、まず前半に、その、私に振りかかった無茶振りの元となるものの話をしてもらおうと思います。はい。ちなみに撮影とかは大丈夫ですか？あ、大丈夫ですよ。はい。では、すみません。先ほど紹介していただいた、その、無茶ぶりの元になったソリューションのお話をさせていただきたいと思います。ですね、内容としては自社システムで AI を使ってみたというような内容になります。最初に今自己紹介と、その作った製品の紹介をしてですね、その、製品やってる中で困った、実際に何をやったのかっていうお話をさせていただければと思います。で、名前が高橋克美と申します。で、株式会社 IC ソフトというところで働いております。最近は会社から、ジェットソンの DX2 を買ってもらって、いろいろ設定とかをしたりしています。趣味は、競技プログラミングのアットコーダーという、サイトがあるんですけれども、そちらを週末に参加したりしております。続いて、商品なんですけど、会社では、ハッピースマイルカメラって、ちょっと名前がふざけてるんですけれども、具体的には顔認証で出退勤を管理するっていう、ソリューションを作っております。利用想定としては、まあ、一番分かりやすいところで、なりすましの防止でしたり、IC カードを利用できない、食品の製造系の会社さんであったり、人の入れ替わりが激しい従業員の多いところを想定した製品となっています。ただ、ちょっとまだ開発中なものなんですが、ものとしましては、IP カメラで、IP カメラ、ウェブカメラで、撮った画像ですね。画像処理をして、その後、今の場合ですと Face API につないで、そのデータを保存しておくというような、システムの概要になります。で、こちらの製品、製品は売ってはないんですけれども、Microsoft の、Japan Partner Conference の2018年に出展させていただきました。ちょっとちっちゃいんですけど、ロゴが。弊社のロゴが、この辺りに、載せていただいてます。で、早速製品で実際にあった、技術的課題が、ですね、最初に顔認証をしようとしたときにですね、事前に画像を、前を通った人を検知して、きっちり顔を切り出して送信していかないと、画像の容量が非常に大きいので、事前に、事前端末で処理する必要がありました。で、最初は皆さんご存知かもしれないですけど、OpenCV の、Detect Multiscale Mesh っていう関数で言えば、PaaL-like の、アルゴリズムを利用したもので顔を検出してたんですけど、マスクとかですね、メガネとか、表情とか、傾きがある場合に全く顔として識別してくれなくてですね、通った人が全員素通りできてしまうようなものが、出来上がってしまいました。実際に社内でも、一定期間置いてですね、動画を録画しておいて、それを解析するというので、何人ちゃんと検出したかっていうのを確認していくとですね、顔の検出の段階で、だいたい100人中5人は顔として認識されてないというような、状態になっていて、さすがにこれは、ちょっと物にならないな、という状態まで行きました。で、実際にはせめて200人1人ぐらいの
スルー率にしたいなと。それでも、なおかつログも残したいと。誰かわからなくても誰だかを後で見れるようなログも残したいということですね。ここで、そうですね、そうだ、ディープラーニングを使おうというような感じで、こう、ディープラーニングを使えば、今の確率が達成できるんじゃないかということを考えました。で、いろいろ調べていくとですね、顔や体を検出するという、いろんなアルゴリズムがありました。で、今回は、最初に選んだのはですね、このファスター RCNN という内容、アルゴリズムを選びました。で、ちょっと簡単にこのファスター RCNN とはどのようなものかっていうのをご説明させていただきたいんですが、その前にですね、RCNN というのが元になっているものなんですが、GM が、レギオンコンボリューショナルニュートラルネットワークという、まあ、領域を区切って全部畳み込みニュートラルネットワークに流してしまおうっていう考えのものでして、大きくフェーズが3段階あるものです。一つ目が、セレクティブサーチという画像処理のアルゴリズムを利用して、隣接するこのピクセルを1個ずつ見て、どこまでが同じものかというのを判別する、アルゴリズムを使って、こう、各箇所を判別していきます。で、この判別した箇所をですね、一定の、まあ、正方形に変更して、畳み込みのニュートラルネットワークの方に入れ込みます。でそうすると、ある数値が出てきます。まあ、1点いくつとかですね。何個かの数字が特徴量として、計算されます。で、計算した値をですね、機械学習やられている方ですよ。よく名前を聞かれるかと思うんですけども、サポートベクトルマシーンという、もので、一つ一つ分類したいもの、人なのか、エアロパネルなのか、テレビモニターなのかっていうのを判別する、三つの、今回ですね、三つを、クラスタリングするようなものを用意しておくというのが、RCNN になります。で、すみません、ファスター RCNN の説明を細かくやろうと思うと、ちょっと時間がかなり必要かなと思ったので、ざっくりと言うとですね、先ほどの、RCNN、ここだけが、ニュートラルネットワークとして構成されているんですけれども、これだと、ネットワークに対しての学習量が非常に面倒くさいという状態でした。ここがアルゴリズムのセレクティブサーチでやって、ここのネットワークはここで学習させなきゃいけなくて、でサポートベクトルマシンはこの畳み込みネットワークから出てきたもので一個一個学習させる負荷があったものを、ざっくり言うと全部ネットワーク内に押し込めましたと。というので、高速化を図ったものがファスター RCNN というものになります。で、実際もここまで調べたところで、実際にじゃあ物体源を検知に挑戦してみようということで、どうやらですね、調べていくとですね、種類あたり、最低100枚の画像が必要です。で、GPU だとかメモリ、このぐらい大体のスペックがあれば、学習を自分でもできるというのが、で今回学習に使ったのがですね、TensorFlow の、Object Detection API というものがあるんですが、こちらが、TensorFlow のモデルズという GitHub のリポジトリの中にですね、TensorFlow がを利用したサンプルやチュートリアル、および研究中のものが存在するんですけど、具体的には画像認識、今からやる画像認識もそうなんですが、他には対話 AI とか、訪問解析でしたり、商品レビューのネガポジ判定の AI とかが入っていたりもします。で、実際に環境を作ってから学習する流れなんですが、言語は Python になります。で、Python のAnaconda の環境の作成
を行って、その後に、TensorFlow を GPU で使えるようにですね、CUDA 等のインストールを行います。で、そのインストールをした後に、TensorFlow Object Detection の、設定をして、対象の画像にラベリングをつけたり、ラベリングをして、その後、学習を進めていくという流れになります。で、今回ですね、本当はこの3番から6番までをバッチ1個でできるものを作れたらなと思って一生懸命やってたんですけど、ちょっとそれが間に合わなかったので、口頭での説明になってしまうんですが、こちらの画像のラベリングをしてですね、実際に学習を動かすとですね、このような画面です。最初のロス値、認識率がどれぐらいかに近いと思うんですけども、最初に3ぐらいから始まって、で、これが1、3時間ぐらいすると大体 0.05 ぐらいまで、落ちていきます。で、落ち終わりましたら、これを、出力、TensorFlow のフローズンファイルというか、学習済みデータ用のファイルに保存をします。で、今日はちょっと実際に、作ったものを持ってきました。で、先ほど固めた保存したですね、データファイルを、TensorFlow のオブジェクトディテクションの中にある、スタートウェブカメラみたいなファイルがあるんですけど、そちらに入れてやるとちゃんとこう、人と顔を学習させたんですけど、こんな感じで。だいたい、このような感じで、はい、うまいこと学習できています。斜め下からでも、顔って認識しているとかっていう。ここがコグニティブサービスのフェイス API とか使ったりすると、ちょっと、っていうと、嫁さんに怒られそうですね。まあ、いろいろとおっしゃるから。カスタムビジョンよりも若干、的な感じの。で実際に学習させてみて、僕一番不思議に思ったところはですね、なぜこんな3時間や4時間程度で学習が終わってしまうんだろうというのが非常に気になりまして、どうも調べていくとですね、TensorFlow のオブジェクトディテクションの中に入っているのは、学習済みモデルを使っていてですね、ある程度、先ほどの図でいくと、この最後の分類のところだけを再学習することによって、時間を省略しているというようなものを、利用してみました。というので、最後にですね、弊社の製品最初にあった、パーセンテージからは無事逃れたんです。人が通っても必ず保存できるようにはなったんですが、逆にですね、TensorFlow を使ったことによって Python に移行したら IP カメラが動かなくなったとかですね、実行速度が遅くなって、またそれはそれで使い物にならなくなったとか、もうまだまだちょっと課題はあるんですけれども、まあ、このように転移学習、TensorFlow のようなものを使って、学習を自分で行えばですね、容易に物体検出のプログラムを作成することができるという、ことが分かりました。で今後は、弊社としては IP カメラや IoT エッジに乗せ込んで、簡単に設置できるっていう利点とかですね、そういうところで請求できる製品を作っていけたらなと、思っております。ところで、私からは以上となります。
はい、あ、どうぞ。はい。処理が遅い、Python の方が遅いって言ってたんですけど、学習データは Python なので、別はこれ詳しくないんですけど、実際実行するときは別の言語系で、はい、C プラと OpenCV で結果を使って処理する。まあ、そこは、まさにおっしゃる通りでして、今、C シャープで、TensorFlow Sharp っていう C シャープで書かれたものもあるんですけれども、いかせんなと GPU に接続できないとかですね、使えない部分があったりとか、C++ の方はちょっとまだ試してはないんですけど、今後試していかなきゃなというのを、まあ、ちょうど思っているところでして。認識するときも GPU がいる。そうなんですよ。学習だけじゃなくて。そうなんです。で、学習するときの、学習するときは GPU もまあもちろんなんですけど、実行するときは GPU のメモリ空間の方が、実は結構必要でして、処理的には非常に軽い、3% か 4% ぐらいしか使わないんですね。市販の GPU でも。なので、やはり若干その必要にはなってきますね。良いですか？良いですか？他には。じゃあ、早速、Power BI のターンということで、はい、続きさせていただきたいと思います。で、皆さんお手元にパソコンない方はスマホ、QR コードが読み込める状態で少しお待ちください。はい。突然ですが、はい、いきなり、なんかこれ、見たことあるぞっていう方、いるかもしれませんが、まあ、お付き合いください。はい。重要です。私が、どうぞ、押してください。送信ボタン押してくださいよって言うまでは、送信ボタン押さないでくださいね。お願いします。はい。QR コード読み込める方読んでください。URL、パソコンお持ちの方は、http://bit.ly/2z3c 大文字ですね。L9 小文字の z です。で、そうするとですね、マイクロソフト、オフィス365についてくる、MS フロー、フローじゃない、フォームズっていうアンケートの画面が出てくると思いますので、そこにお答えください。送信ボタン押しちゃダメですよ。大丈夫ですか？大丈夫ですか？取れない方は前に来るなり、なんなり対応をお願いします。物理で対応してください。あと、この URL、ツイッターとかで流さないでくださいね。僕のフローが死んじゃうんで。良いですか？良いですか？送信ボタン押さないでね。ちょっと待ってくださいよ。はい。ではですね、皆様ご準備よろしいですかね？これですね、Power BI の、Power BI サービスと呼ばれる、ウェブの画面の方ですね。いわゆるウェブ版と私よく言ってるんですけど、皆さん準備ですか？よろしいですかね？じゃあ、送信ボタンをどうぞ。ちょっと時間かかります。動くかな？おや？おや？あ、面白くないですね。本当はリアルタイムでグリグリ動くんですけど、ごめんなさい。ちょっと調子が悪いかな。で、皆さんが今お答えいただいたアンケートを、後で紹介します。アーキテクチャ使って、Power BI の方で可視化をしています。開発者の、やっぱ、ネタ的に、勉強会のテーマ的に開発者の方多いですね。社内上司の方も多めなんですね。Power BI、あ、よかった。Power BI 使ったことあるようだと、いっぱいあったら、この後のネタどうしようと思いました。はい。あと、お、Azure、いい感じですね。MS さんはここの中にいないのが面白くない。あ、皆さん真面目ですね。なんかこう、ハワイとか入れていただいてよかったんですよ。はい。まあそんな感じでですね、こういうデータを可視化しましょうみたいなことがですね、簡単にできるよっていうのが、Power BI の良さでございます。で、今やった仕組みのアーキテクチャはこんな感じになってます。皆さんの回答を、
オフィス365にくっついているフォームズって呼ばれる、アンケートとかですね、あと、QA、あと、テスト。正解があるもので、正解か不正解か、みたいなやつが作れるのがあってですね、それを使って、で、さらに、MS Flow と呼ばれる、Azure で言うとファンクションズじゃないや、ロジックアップか、の方の、36版みたいなやつがありまして、そいつを経由して、Power BI サービスって呼ばれるものがあって、そこにデータセット、ストリーミングデータセットっていうのがあるんですね。それが、JSON でパラメータを受け取れるような口を簡単に作ってくれる。で、そこからレポートとダッシュボードにつなげていくという形になります。はい。開発者の皆さん、目の前にして、ノーコードです。はい。これがですね、すべて365のサービスで、ノーコーディングで全部できちゃいます。って感じですね。はい。今日お伝えしたいこととしては、まあ、Power BI っていいぞっていうのをお伝えしたいっていうところとですね、あとは、まあ、皆さん、デバイスやってたり、システム開発やってたり、まあ、いろいろやってると思うんですけど、データの可視化とかってたまに言われたりする。そんな時にですね、Power BI っていう単語をですね、思い出していただければというところで、はい。多分600いかないと思うんですけどね、お付き合いいただければと思います。ということで、改めまして、はい。山田照親と言います。この漢字で照親と呼びます。まあ、覚えてこれやってことです。はい。で、高橋くんと同じ会社に勤めております。で、SNS とかですね、ブログとかもやってるんで、お気軽にフォローいただきたいんですけど、Facebook でお友達申請される方、対面かですね、メッセンジャーで見たよとか、ここで知ったよみたいなこと言っていただけると助かります。ちょっと苦い経験があると。お察しください、みたいな感じです。で、なんとなくお察しかもしれませんが、Office365 とかですね、Microsoft さんのクラウドを中心に活動しております。で、実はですね、上流工程やマネジメントがメインになっておりまして、コードを久しく書いておりません。で、一部界隈では有名なんですけど、レスキュースクワット、または火消し魂っていう、アパレル屋さんがありまして、ここ、今日もですね、パンツと靴以外は全部これかな、っていうような感じでございます。で、あと、ここら辺ちょっと CM などお付き合いください。コミュニティの勉強会ですね、結構、関わっております。まず、ジャパンシェアポイントグループ、名古屋文化会、長いね。JPSPS 名古屋で検索いただくと出てくると思います。名古屋のギークバーっていうところでですね、夜、不定期に、月曜日、夜、お酒を飲みながら勉強しましょう、みたいなのをやっています。はい。あとですね、パワーアップスとフロー、さっき出てきたフローとですね、あとパワーアップスっていうオフィス365でもう一つソリューションがありまして、まあ、UI とかを簡単に作れるやつなんですけど、こっちの勉強会もですね、携わってます。あとで、スライド公開するんで、まあ、コンバースで調べていただくと出てくると思うので、もしご興味ある方登録しておいていただけると、年明けぐらいにもう一回勉強会やる予定と聞いてます。はい。あとですね、本丸ですね。Power BI、東京の方で、マイクロソフトさんの会場借りてやってるんですけども、100人の募集がですね、まあ1時間以内に埋まるっていう学問みたいなコミュニティの運営も携わっております。で、そこから派生して、名古屋支部っていうのを主催でやらせていただいております。で、実は明日、ハズム会のヘッドタコネクテッドさんでやりますが、すいません、もうキャンセル待ちになっておりますので、ちょっと募集のページは出してないです。すいません。こちらもコンパスあるんで、登録しておいていただけると嬉しいです。あとですね、Power BI のユーザーグループが Facebook にありますので、ご興味ある方は登録しておいていただけると、Power BI の最新情報だったりだとか、今後のまあ、こういう情報とか、便利な使い方だとか、あと、こういうところで困ってるよとかっていうようなお助けとかやってるところがあります。はい。ぜひ、ご登録お願いします。ということで、じゃあ、Power BI、あまり使ったことないよっていう方が多かったので、基本のところをざっくりとお伝えしたいと思います。まあ、Power BI って何かっていうとですね、Microsoft さんが提供しているデータを可視化、インサイトとかを得るツールです。データ取り込んで分析して、まあそこから気づきを得ましょうみたいな道具でございます。
で、デフォルトでですね、いろんなデータベースや、データストアにつながります。Excel もつながります。CSV もつながります。面白いの Facebook につながったりとかですね。あと、まあ、そうですね。Git もリポジトリのほんにゃらを取ってこいみたいなのも実は標準でできたりします。はい。いろんなものにつながります。で、Power BI って聞いたときに大きく2つあるっていうことをまず覚えていただきたいと思います。Power BI デスクトップと Power BI サービス、2つあります。じゃあ Power BI デスクトップって何っていうと、Windows デスクトップのアプリケーションになります。Mac まだ動かないですね。で、ウェブからですね、インストーラーを落としてきてインストールするっていう形になっています。月に一遍ぐらい更新がかかってくるので、入れるとですね、毎月更新するような感じになってくるんですが、基本的に Power BI デスクトップでレポート、いわゆるさっきお見せしたような、アンケートの結果出した画面ありましたよね。あんなののデザインだとかを作って、で、Power BI サービス、この後出てきますけど、いわゆるウェブの仕組みなんですね。ウェブのパースになってます。そっちに発行するみたいな道具になってます。もちろん、Power BI デスクトップ単位でも十分使えます。はい。じゃあ、Power BI サービスって何っていうと、SaaS ですね。Power BI の SaaS 版になります。こっち側でもデータ取り込んで、いわゆる ETL 的なことをやって、ビジュアライズっていうのもできますが、Power BI デスクトップの方がやっぱり便利です。ブラウザーですからね。で、後でちょっと出てきますけども、お金の話が絡んできます。そこは後ほど説明します。でざっくりと比較するとこんな感じ。クライアント版はインストール型ですよ。ローカルで動きます。他人に共有することは基本的にローカル版、インストール版だとできません。あ、もちろん、保存、レポートとかを保存してできる PBIX っていうファイルができるんですけども、それを他人に渡すっていうことができます。が、まあなんでしょうね。ちょっと煩雑ですよね。で、Power BI サービスの方は Web 版なので、ブラウザーと、アカウントさえあれば見えます。で、もちろんレポートでも作成可能なんですけども、何が違うかというか、まあなんで Power BI サービスがいいかっていうとですね、共有することができます。先ほど私がお見せしたアンケートの結果を、例えば、高橋くんに共有して、同じものを見るっていうことができます。なんでまあ経営者さんとかだと、経理の人だとか、総務の人だとか、まあ戦略室の人がレポート作って分析した結果を、バンとウェブ版に上げて、で、それを共有する。みたいな形になる。で、ここで、褒め書きしてあります。プロが必要。はい。これ何かっていうことですね。お金の話になります。大きくですね、3つあります。無料のライセンスと、Power BI Pro っていうやつと、プレミアム。実はもうちょっと Azure 側に Power BI Embedded だったりとか、いろいろ最近種類が増えてきましたけども、まず大きくこの3つだけ覚えてくだされば結構です。で、無料のライセンスって何かっていうと、個人利用向けです。ポート違うね。失礼。例が抜けてます。レポートの開発とか、評価とかができます。基本無料です。要は、皆さん、今ダウンロードして、そのままタダで全部使えます。もちろん、Power BI サービスに発行することもできます。が、他の人に共有するときに Power BI Pro のライセンスが必須になってきます。月額1090円。はい。なので、他人に自分が作ったレポートをウェブ版に上げた状態で他の人に見てもらいたいよってなった場合は、作った人も見る側も両方ともプロのライセンスが必要になります。で、Office365 だとか M365 の E5 には実は含まれているんで、リッチな会社さんは実はこの権利持っていらっしゃることが多いです。はい。で、最後、プレミアムですね。
プレミアムなんですけど、これは個人がどうのとか、ライセンスがどうのではないです。ノードと呼ばれるリソースを、そのパワー BI サービスのところに割り当てることによって、パワー BI の、ライセンスプロを持ってなくても共有できたりとかですね、そういったようなことがあります。ちょっとここの深いところまで行くと、もう残り10分で全く足りないぐらいの話になってくるので、割愛します。ググってください。MS 的にはピングってください。ワンノード最安50万ぐらいからです。はい。で、じゃあここからですね、冒頭言った私に降りかかった突然の話なんですけども。まあですね、偉い人が出てくるわけですよ。っていうかまあ社長なんですけど。さっきのプロダクト展示会に出すねっていう話が決まったらしいですね。うん。バビア詳しいんだよね、山田。ちょっとさ、ビジュアライズしてよ。ガッてやってさ、みたいな話なんですよ。はい、この時1週間前です。はい。まあ、こういう気持ちになりますよね。はい。ということで、ミッションとしてはこんな感じです。某展示、某って言って、もう出ちゃってますけどね。展示会に出すハッピースマイルカメラっていう、まあ、HSC って我々社内では頭文字取って言ってます。で、そのデータをバービアで可視化しましょう。で、言っちゃってよかったか。まあいいや。HSC のバックヤードって、コスモス DB でデータ取ってるんですね。入室管理とかやりたかったんで、拠点が複数あった場合に、リージョン固定されちゃうとレスポンスがどうしても出なくて、とりあえずコスモス DB 使ってました。まあ他にもいろんな理由あるんですけど、そこは懇親会で高橋に聞いてください。で、ここね、書いていいか悩んだんですけど、まあ山田なんで書いちゃいますね。どう見せるかっていうイメージ誰も持ってないですよ。はい。で、期間はそう、全然ないです。しかも私別のプロジェクト複数持ってます。みたいな状態ですね。じゃあ、Power BI で可視化するのにどうやってやるかっていうと、まあ、仕様を抑えて、データベースの接続情報をもらって、レポート作って、Power BI のサービスに発行するっていう形になります。すいません。今日は全く手順とかを説明しません。概要だけ説明します。ググっていただければいっぱい出てきますし、詳しい方、こと聞き換えが Power BI 勉強会へぜひどうぞ。はい。ということで、まず仕様の把握をしないとダメですよね。どんなデータが入っているか。はい、もうこんな割愛です。もうデータの構造だけ教えてくれれば、Power BI どうでもいいんです。彼が一生懸命語った仕組みは、正直私にとっては、プロダクトの説明としては必要なんですけど、データの可視化としてはどうでもいいんです。なぜかって、データストアがあるから。はい。ということで、まず可視化が目的だったら、もう他のことはちょっとどうでもいいわと。とりあえず要点だけ教えてくれ。みたいな話をします。で次っすね。デビの接続情報が必要です。やっぱりクラウド上にありますので、そこにつながるようにしないとダメですね。はい。っていうのも、はい、こんなの速攻解決です。なんでかって、管理者よこせ。以上です。接続モデルとかもどうでもいいわ。ワシン管理者よこせ。はい。Azure コンソール、参照可能な権限振ってもらいます。終了です。はい。あと仮面やります。で、こっからが、私の仕事ですね。Power BI でPower BI デスクトップでまずレポート作ります。で、お隣でやってる Cosmos DB のところに Power BI で繋ぐためには、ちょっと癖のある手順があるんで、スライドにしてあります。後で公開するんで、もしやりたい方は、またはお仕事で Cosmos DB 使ってて Power BI で可視化してみようって方はちょっとご参考ください。あとブログにも書いてるんで、参照いただければと思います。まず、Cosmos DB、Azure Console でつまみに行って、で、接続の情報があるんですね。ここで重要になってくるのが、ホストとプライマリーパスワード、この二つです。これをメモっとく必要があります。はい。で、今度 Power BI デスクトップに行って、これ、ちょっと、端折ってるんですけど、Power BI デスクトップをインストールして立ち上げていただくと、接続っていうのがあってですね、その中にもう既存でいっぱい繋がる先があるんですね。その中から、Cosmos DB も入ってます。ちょっと小さいですかね。よいしょ。こんな感じ。Azure の中で他にもいっぱいつながるもあるんですけど。で、Cosmos DB に接続するように、まず、始めていきます。ここでですね、接続するときにさっきコピったやつを入れないとダメです。で、チェックしてないんですけど、実は、MS さんのホワイトペーパーがですね、私がやった時はちょっと間違ってるとか、
ちょっと土地が進んじゃってるのか分かんなかったですけど、手順通りはでもできなかったんで、ブログに書いたということがありました。実は、こんだけなんですよね。こんだけで、デビつながります。で、あとは、ビジュアル作って、お芝居、みたいな感じなんですが、これだけだとちょっと寂しいですよね。なので、ビジオって皆さんご存知です。で、ビジオのオンラインがあるのご存知です。それをパワービアに取り込めるんですよ。で、さらに、オブジェクトの上に ID 振って、このデータのこのフィールドは、ここのオブジェクトと連動してくださいみたいな設定ができてですね、パワービアに埋め込めるんですね。で、これ、JPC2018 の見取り図です。そこにカメラ3台置いて、で、これ実際に、スクショなんですけど、通った人、認識した人の数だし、デバイスの ID と、ビジオのオブジェクトの ID 紐付けて、パワービア側で、ゴシゴシってやるって感じですね。はい。まあ、ここら辺はですね、山田が社長に忖度した感じです。で、アーキテクチャとしてはこんな感じですね。先ほど、高橋くんに説明いただいたのが、ハッピースマイルカメラ、上の部分。で、下が、パワー BI。こんな感じです。ちょっと嘘書いてるんですけどね。実は JPC の時は時間が足んなくてですね、リアルタイムじゃなかったんですよ。はい。で、実際の画面どんなもんかっていうのが、こっちにすでに用意されております。で、よいしょ。ちょっと、写真見てみて。例えば、時間帯別の、これ時間帯別の通過人数だったっけな？の、女性と男性の比率とかですね。あとは、よいしょ。これ、ユーザーを登録しておくと、誰が通ったかってカウントするようにしてあります。で、小さくて見えないですけど、ちゃんとニコちゃんマークになってるとかね、っていう芸の細かい感じになります。で、ここが男女比ですね。こんな感じでですね、フォーカスモードとかってやると、そのファイルが自動的に拡大されたりとか、っていうようなのができたりとかですね。あとは、フィルターっていうのがあってですね。よいしょ。例えば、よいしょ。そうだね。20ぐらいの。ジェンダーを。女性だけにしてみる。ちょっと今減ったの見えますか？借りづらかった。まあ、こんな感じですね。フィルターがかけられたりします。今、ビジオオンラインで出ましたよね。これが、ビジオのステンシルに値を埋め込んで、で、524とか値が出てる部分は Power BI のことをやっているという仕組みになります。はい、どうぞ。この丸3つが、はい、ビジオのステンシル、はい。あ、裏も全部そうです。あ、裏もそう。はい。で、その数字を出しているその丸の円のオブジェクトが、はい、なんか名前を予定配合付ける。中で ID を持ってる感じですね。はいはい、データフィールドと紐づく ID をビジョンステンシルの方に設定してあげて、で、パワー BI の方のデータセットと呼ばれるものがあるんですけど、そこにどの列、どのフィールドがこの ID と紐づきますっていうのをやってあげる感じです。はい。で、ちなみにもう一個、お伝えしておくと、このビジョンのステンシルを置く場所は、ワンドライブかシェアポイント、いわゆるオフィス365の中じゃないとダメです。はい。よし。
ですね。はい。ということで、実際ですね、まず、仕様とかを聞くんですけど、まあ、データベースの接続文字列も一発おしまいなんですが、まあ、2時間ぐらい彼と会話しました。で、レポートの作成なんですけど、搬入日の夜にの、前夜祭やった後に、私ホテルに帰って 2時間ぐらいで作りました、あれ。はい。で、当日ですよ、当日。会場前に集まって、偉い人集めて、はいはい、集まった人、これでいい。はい、承認もらいますと。はい。承認 4.5 時間ぐらいですね。で、対応しましたよ、っていう話です。そんなですね、ぐりぐり動く画面をですね、フルスクラッチで開発してたら死んじゃうよね、みたいなのって、伝わったかな、っていうところがあります。はい。ということで、まとめとしてはですね、パワービーは結構イケメンなんですよ。はい。見た目結構いいんで、ぜひお使いください。で、パワービーってすごいところがあって、MSK だけじゃないんですよね、繋がるものが。他社さんのものだったり、で、もし標準で繋がらないものがあったら、カスタムコネクターっていうものを作ることもできます。で、あと、社名出していいと思うんですけど、C データって呼ばれる、データコネクターをやってるベンダーさんがあるんで、そこがいろんなものを出してたりして。なんで、お金で解決することもあります。で、まず、一番重要なのが、無料で試せます。共有しなければ、全部無料で試せるんで、ちょっとやってみようかなっていう敷居が非常に低いです。無料で試して、効果を確認できたら課金するっていうスタイルが取れますので、選択肢の一つとして持って帰っていただければというところですね。で、これ私、よく Power BI の説明するとき使う絵なんですけども、だいたい、データを可視化したりとかなんかっていうときは、なんか結果、データストアがあって、で集計して分析して、気づきを得た後で、じゃあこの後の行動をどうするかみたいなことを考えますよね。ここが Power BI 得意なところなんです。まあ、BI ツールって多分他のやつも大体一緒なんですけどね。で、不得意なところって、やはりそのデータを見たら、見た結果、じゃあ次のネクストアクションどうしましょうか、みたいなところは、まあ皆さん、各々考えないとダメよっていうところだと思います。で、さっきも言ったんですけど、操作画面って開発者の皆さん、いや、業務画面、皆さん普段開発したりしますよ。で、データストア、いわゆる、その DB、データを貯める DB だったりとか、ストレージだったりとかっていうのもお馴染みですよね。で、なんかあった時とか、俺たち悪くないっていうためにログを取ったりしますよね。でも、データの可視化って大変じゃないっていうところがあると思うんで、ぜひですね、Power BI でちょっとお試しいただきたいなっていうお話でした。はい。で、最後なんですけども、これもよく Power BI の話でやるんですけど、Power BI って所詮道具なんですよね。で、何度も出てきてるように、データの溜まってるところがないと何もできるのですよ。はい。なので、全体を通した仕組みだったりだとか、何がやりたいの？何が見たいの？っていうのをちゃんと把握した上でアプローチしていただく。もういわゆるアーキテクチャ部分が非常に重要になってくるなと思っています。で、こういう道具を使うと何がいいかっていうと、開発者の皆さんに開発してほしいんですよ。マネージャーからすると。で、マネージメントする側からすると、進捗ちゃんとチェックして、課題だけ把握できてて、次のネクストアクションの戦略が練れれば、恩助だったら言うことがいい。前直しだったらもうハッピー、俺帰るわ、みたいな。そういう状況が作りたい。ね。ということで、皆さん道具をうまいこと使う。楽して稼ぎましょう。という話でございます。ということで、ちょっと早いですけども、まあ、パワー BI っていいぞっていうのがお伝えできましたかね。はい。以上になります。ありがとうございます。質問とかありますか？どうぞ。あと5分ぐらいあるんで質問を受け付けますよ。はい。元の画面って、はい。ビデオの画面とか、ダッシュボードとか、はい。どれくらいの状態に入れるのか、実は、
Power BI で、リアルタイムの表示をやろうと思うと、2種類ありまして、1つがストリーミングデータセットって呼ばれるものになります。で、ストリーミングデータセットが、先ほど、ちょっと紹介しましたけど、アンケートを可視化するときに使ったものなんですが、それは、いわゆる JSON で口、JSON でデータ作る口ができるんで、そこにデータを突っ込んでいきます。側、突っ込む側の、処理と、あとこっち側のレスポンスに依存します。で、もう一つが、ダイレクトクエリーって呼ばれる直接データベースにクエリーを Power BI から削除にっていう仕組みが取れるんですね。で、それでやると、ほぼリアルタイムに取りに行けるようになるんですが、Power BI の、ダイレクトクエリーの方は、取りに行く先のデータストアが、いわゆる BI ツールでよくあるビッグテーブルみたいな見せたいデータの形になってないとダメです。っていうのが制約であります。で、答えになってます？ストリーミングデータがリアルタイムデータ表示だって言ったら、うんうん。そしたら、スコーラみたいなものを作りにくいって言いましょうか。はい、はい、はい。作りにくいです。うん。これは何でやってるのかな？これは、これは、うん。蓋を開けると本当にただの、ちょっとごめんなさい。実はコスモスデビー課金がすごくて殺しちゃったんで、裏をお見せできないんですけど、よいしょ。これがですね、さっきアンケートで取った情報を出しているやつですね。ストリームからの値をこうやって自分で新しいのを作れるんですけど、で、そうすると、こんな感じで JSON の形が決まってきて、で、そうです、そうです。はい、はい。なので、はい。あんまり、シビアな要求をされると、しんどくなってきます。で、もう一つ言うと、今お見せしてる、この、バーベサービスの画面って、実は、ワールドワイドで、リソースが共有なんです。なので、全世界中で、MS さんのバックヤードとか、まあ、Azure だと思うんですけど、そこのリソースを食い合ってるんですよ。で、もしパフォーマンスが足りなくなるとかだと、さっき、途中でちょろっとお伝えした、Power BI Premium、まあ、最安50万くらいから1つっていうやつをやると、専用のリソースが割り当てられるんで、レスポンスが上がったりとか、っていうことがあります。なので、もう、そうなってくると、DB の魔法中みたいな世界になってきます。はい。よかったです。はい。ありがとうございます。他に、よろしいですか？どうぞ。はい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 。できます。それがですね、カスタムビジュアルと呼ばれるものが作れますと。で、これ Power BI デスクトップなんですけど、ここにですね、右側にタイルがあって、で、ここの3点リーダーを押すと、カスタムビジュアルっていうのがあるんですね。で、基本的にはマーケットプレイスで、MS さんのサイトからダウンロードすることができます。なんで、標準で載ってないやつはまずそこから探してください。で、それでもダメだったら、JS かける方で、E3JS かな？いわゆるグラフィック表示する JS のライブラリあるじゃないですか。あれとノード組み合わせて、ゴリゴリやると作れます。で、プレイス、マーケットプレイスを経由せずともローカルからインポートできるんで、いわゆるノラカスタムビジュアルっていうのも作れます。はい。で、そこに関してはマイクロソフトの中村健一郎さんが、ブログ聞いたで、シリーズも書いてるんで、ググってみてください。はい。長く険しい道だと思いますが、ぜひチャレンジしていただきたい。お願いします。はい。他、よろしいですか？いいですかね、はい、時間もあれなんで。はい、そうですね。はい、時間なんで。はい、ありがとうございました。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。